若干重いギアでトルクをかけている、そのような2人の走りの特徴があるみたいですね。さあそのまま2名の選手、このまま2名の選手が、並んで通過をしていきます。いわきグリーンスタジアムのあたり、その中で1名607ですかねが先行したまですね、伊藤アンナ。12周回を完了して13周回目、さあ現在この2名の選手の戦い、トップの選手の戦いなんですが、若干いわきグリーンスタジアム裏手のあたりでゼッケンナンバー607番のレディーゴージャパン伊藤アンナが先行、その先行のままグリーンスペースのあたり緩やかな途半エリアへと上がっていく。先行するのはゼッケンナンバー607番。さあそのまま、ホームストレートへと帰ってきました。ゼッケンナンバー607番伊藤アンナを若干先行にしまして帰ってきました。食らいついていく、そんな605番のチノーマオミュールゼロベロフトール。さあお互いの細かな駆け引きが行われているようです。これもなかなかね、レースの展開がまだまだ、お互いがお互いチャンス、決定的なチャンスを狙っているというそんな状態でしょうか。まもなくレーススタートしてから30分が経過しようとしているところ、現在は13周回完了しまして14周回目。現在はいわきグリーンスタジアムのあたりを、2名の選手が先行している模様。605番の知野真央が若干先行している模様です。設計ナンバー607番を先頭に、現在 C 地点のあたり、これはいわきグリーンスタジアムを抜けましてグリーンスペースのあたりですね、このあたりをゼッケンナンバー607番伊藤アンナが先行しながら通過していく。2名の選手は間もなく最終コーナー、2名の選手は間もなく最終コーナーとなります。そしてホームストレート、さあここでどうやら605番の選手のリアのホイールが若干パンクしたんじゃないでしょうかね。ゼッケンナンバー605番のチノ・マオミュールゼロベロフトールの、リアの、タイヤのパンクが若干こちらの方では確認ができました。さあそして周回完了して15周回目に入っていっていますのはゼッケンナンバー607番のレディーゴージャパン伊藤アンナ。
さあ後続の、集団の中からも1名が飛び出しておりまして、先行するゼッケンナンバー607番の伊藤杏奈を追う、ゼッケンナンバー601番の湘南ベルマールクラブ鈴木小杖。さあトップ等のタイムギャップとしては、56秒程度タイムギャップがある模様です。そしてその後方の集団はゼッケンナンバー609番の竹島サイクルレーシング高山真由子、そしてゼッケンナンバー606番の鳴島フレンドレーシング菊池香織、そして604番の文島エリア矢野智子、以上の3名の集団となります。ギアかけない。はい。心拍だけもう一回上げちゃう。あれが後ろのバイクだから、あれの30秒くらいに乗ってます。あ、1分ぐらいか。ちょっと下りだから、大丈夫。いや、大丈夫、自分で作ったんだよ。次、先頭来たらそこへ進みます。5番。あ、コピー。先頭間もなく、あ、来ましたよ、アンナちゃん。そんなに前出てたね。ニュートラルが合入するよ。何を言うてるの。もうちょっといいスピードで合流させようと言ってあげたい。もったいない。パークした605選手は607選手に、入隊前哨敵を追いついた。さあ、これで今、ストロピーに戻りました。今日はビルトのブロックで607選手については、合流後男子が片足だけで。2人で競り始めたら下手すると完走2人？コントロールライン残り周回は4周。
4周だとなんとか逃げ切れるか。待って、落ち着いてけよ。始めちゃってるから、バトル始めちゃってるから前の方がペース圧倒的に速くなってるよな。だかな、危ねえな。感想二人はさすがに寂しいだろう。後ろも追いついちゃうもん。Thank you.
いやー本当にやると思う。もう一人じゃあ鳴らしてもらえるのかしら。あそこでこっち来いはそんな気もしないでもない。どうするどうするどうする、あれ通すのか、マジに通すの危ないんだけどな。まあ大丈夫か。お、アンマちゃん行ったじゃん。やったーやったー、アンマちゃんやったー。間違えた。嬉しそうですね。どうもお疲れ様でした。やったー、やったー。やー、姉ちゃんよく頑張った。えらいえらい。どっちが昨日僕ら、あ、